あ、お侍さん。おや、キュウリさん、こんにちは。キュウリさんも魚を買いに来たんですか？キュウリさんも魚を買いに来たんですか？そうです。カッパさんに頼まれたんですよ。そうです。カッパさんに頼まれたんですよ。お侍さん、今日は何を買うんですか？今日は何を買うんですか？どうしようかな。どうしようかな。お侍さんはお魚が好きですよね。お侍さんはお魚が好きですよね。はい。侍さん、これどういう意味ですか？これどういう意味ですか？意味がよくわからないです。意味がよくわからないです。あ、なるほど。これは土用の丑の日と読みます。これは土用の丑の日と読みます。土用の丑の日？土用。牛。ん？土用の丑の日？はははは。今年は7月23日と8月4日が土用の丑の日です。今年は7月23日と8月4日が土用の丑の日です。今年は7月23日と8月4日？今年は7月23日と8月4日？毎年変わるんですか？毎年変わるんですか？でも7月23日は土曜日だけど、7月23日は土曜日だけど、8月4日は木曜日ですよ。8月4日は木曜日ですよ。土曜って土曜日のことじゃないんですか？土曜って土曜日のことじゃないんですか？はい、これは土曜日とは別です。はい、これは土曜日とは別です。ちょっと書いてみましょう。ほら、漢字が違うでしょ？
ほら、漢字が違うでしょ？本当だ！漢字が違う！本当だ！漢字が違う！よく子供が間違えるんです。よく子供が間違えるんです。大人でも間違えることがあります。大人でも間違えることがあります。ちょっと難しいですよね。ちょっと難しいですよね。日本の風習の一つですよ。日本の風習の一つですよ。なるほど、そんな日があるんだ。知らなかった。なるほど、そんな日があるんだ。知らなかった。土用の丑の日には何をするんですか？土用の丑の日には何をするんですか？土用の丑の日にはうなぎを食べることが多いですね。土用の丑の日にはうなぎを食べることが多いですね。え、うなぎを食べる？え、うなぎを食べる？はい、暑い夏をうなぎを食べて元気に過ごすんですよ。暑い夏をうなぎを食べて元気に過ごすんですよ。なるほど、だからうなぎがたくさん売ってたんだ。だからうなぎがたくさん売ってたんだ。じゃあカッパさんにも買ってあげよう。じゃあカッパさんにも買ってあげよう。私も今日はうなぎを買っていきます。私も今日はうなぎを買っていきます。じゃあ私も今日はうなぎにします。元気に夏を迎えましょうね。元気に夏を迎えましょうね。お侍さん、ありがとうございました。まったねー。キュウリさんはいつも元気だな。久しぶりのうなぎ、楽しみだな。今日もありがとうございました。ではまたお会いしましょう。